一人暮らしをしているマンションに妹が遊びに来た。大学から帰り、コンビニ弁当を食べながらテレビを見ていた時のことだった。おそらく午後8時くらいだっただろうか。会話は少なめだったが、ソファーに並んで座りテレビを見たりしながら、兄弟の何気ない時間は0時前後まで流れた。翌朝目が覚めると妹の姿はなかった。そしてあることを思い出す。俺に妹などいない。明らかに夢などではなかったはずなのだが、確かに呼んでいたはずの妹の名前さえ思い出せない。顔は思い出せた。6年前の話なので今はなんとなく程度だが、前日の新聞のテレビ欄を見たところ、0時の番組のオープニングから10分程度を見ていたのは確か。妹の隣で、その時まではソファーに座っていたはずだが、目が覚めたのはベッド、かっこソファーとベッドはすぐ隣だったが、自分の体を見たところ前日風呂には入っていないと思われる。服は前日大学に行き、着替えずにそのまま過ごした昨夜のまま。最初は夢とも思ったが、一つだけ明らかな証拠があった。キッチンの流しにあった2つのグラスだ。自分用のグラスは決めてあるので、俺が来客用のグラスを使うことなどない。顔を見て妹だと認識して部屋に迎えてしまった。あれは一体誰だったんだろう。で、この人のレス返し。とりあえず家族構成は両親と姉と俺の4人家族。その頃は3人は実家、かっこ車や電車で2時間程度の距離で、俺1人だけ都内に住んでた。ちなみに妹が欲しいなどの願望はなかった。あと俺は割と見えてしまう方の人間なので、死者の霊ならば区別できるつもりだが、彼女は間違いなく人間そのものだった。妙な自信かもしれんが、事情を把握したのが寝起きだったせいかもしれないが、恐怖心は全く感じなかったし、その部屋に引っ越したのが2月で、妹が来たのは同じ年の6月。その後3年半ほど住んでいたが、二度と遊びに来ることはなかった。最初は2人でナイター中継を見てた。妹は野球はよく知らない様子だったが、俺と一緒に阪神を応援してくれてた。その後はくだらないバラエティ番組で笑ってた。なんとなくもう一度会いたいような気もする。はあ、もう6年も経つのにこのスレ見てたら思い出しちゃったよ。誰だったんだマジで。